市のの重要なな施策などをを発表すする定例記者会見の内容をお伝えします今回は5月28日金曜日に行われた定例記者会見での市長からの発表をお送りします。今回の発表の内容は、令和3年度6月補正予算の概要、新型コロナワクチン接種、 65歳以上対象、各集団接種会場の実施状況と今後の接種計画について、津市職員が新型コロナワクチン接種を受ける場合に取得できる特別休暇を導入しますの3件です。はい、えー、連日の会見になってしまいました。あ ありがとうございますでは、えっと今日はまず予算からまいります。6月補正予算ですねを発表させていただきます。6月補正予算は、全部で12億3504万円の補正でございます。その中で、新型コロナ関連の予算が5億2744万円。 コロナ関係以外が7億760万円、合わせて12億3504万円ということでございます。補正後の予算額が1107億9677万円となります。中身でございますが、まずコロナ関係まいります。特にですね、一番大きなこの3500万の二次救急臨ン病院の医療,医療提供体制の強化。 特別負担金ということで3500万円、これ、当初予算にも3500万円載せてありますので、追加の3500万円ということになります。えー、っとですね、あの今、非常に病床関係逼迫をしておりますで、基本的には医療は県で対応していただいているんですが、国のからの財源などを得て、県で対応していただいているんですが、国、県の支援が届かない部分。 きめ細かく通知が対応していこうということでございまして、1つはですね、感染症患者の受け入れ病院で従来株と変異株のですね、ゾン患者のゾーンを分けるということを、病院の中でやっていただいているところでございます。さすすがにここまでですね、えー、丁寧な 経費の支援というのが国、県からはありませんので、これを支援しようと、それから2番目、二次救急リ番病院ですね、感染疑いのある患者に屋外とか、まあ、院内で専用の診察室を設置をするなど、ですね隔離対策を講じて、 より厳格な感染リスクの回避をしておられるケースですね。これは救急車が着く場合に限りません、ウォークインの場合、ドライブインの場合も、まず病院の外に簡単なプレハブみたいなものを立てて、それでまずそこで見ると。場合によっては 抗原検査ぐらいまで、そこでしてしまうというようなことをやっておられる病院があります。まあ、その部分について支援していこうと、それから3番目、二次救急臨番病院における回復患者の受け入れの実施、これはですね、コロナ感染者で一旦入院をされます、でその後、まあ完全に無症状になって、そのままずっと2週間、当該コロナ病,棟病床を、 キープしてしまうと、次のコロナ患者が入れない状態になります、そこで病院から病院に移送するということがあるんですが、これも基本的に陽性になった方ですので、なかなか病院は受け入れにくいということがございました、まあ、そこでそれは三重大学病院などから、ですねあのそのような患者を受け入れてほしいという。 話がありまして、そして医師会の中でもですね。調整をされ、いくつかの病院がそれを受け入れるということになりましたので、そのそれについて、えー、まあ、支援をしていこうということで、合わせて三千五百万円の負担金を計上いたします。それから、あの救急車がですね、非常にこう消毒が大変でですね。なかなかこう回転が非常に厳しくなっているということで、一台買わせていただこうということでございます。三千四百五十九万円でございます。 それから生活支援でありますが、一人親世帯以外のです、ね、5万円の給付、これは国からほぼほぼ姿が見えてまいりましたので、これを2億2439万円でいこうと、これがマイナンバーカードの特定給付に連携されますので、マイナンバーカードの番号、マイナンバーで申請なしに給付できるものがです、ね、一部出てくるというふうに思われます。 それから次、生理用品の無償配布、いわゆる生理の貧困ということが話題になっております。まあ、生理用品が購入できないなど、日常生活に困っている方に生理用品の無償配布をしていこうということで、62万円、それから外国人の感染者も増えております。専門相談会をです、ね、通訳をーーに来ていただいてやろうということで、78万円。 それから多言語翻訳機の導入が7万円ということでございます。次は事業者支援ですが、農業者の中で、コロナで,です、ね、いわゆる価格低下のリスクがいろいろございます。収入保険に入っていただくことが適当なんですが、そこの支援をしていこうということで、これは、えっと、農水省の経営局からです、ね、こういうことへの支援をぜひ地方で実施してほしいという。 まあそういうアドバイス、助言がございましたので、これを制度化します、478万円、それからあ高速線ですねあの、非常に厳しい状況で、今、えー、運行停止中でございます、えー、陽線量の3分の2を支援していく、これは去年もやりましたが、今年もやっていこうということで、185万円でございます、それからあ感染対策はスポーツ施設に空気清浄機を設置していこうということで、307万円。 それからです、ね、保育所、とか放課後児童クラブ、これは国からもです、ね、こういうところへの感染症対策の経費が出ますので、それを3489万円、6035万円ということでございます。それから幼稚園については、ICT 環境の整備ということで、パソコンの購入、オンライン研修などを備えて、パソコンの購入などでございます433万円。 それからです、ね、空調でございますが、まあ、空調、かなりやってまいりましたが、さらに川上公民館、川上微笑みセンター、サンヒルズ、とことめの里一市,市、白山保健福祉センター、家江駅出張所、伊勢湾ヘリポートということで、空調設備が十分な換気を行いながら、空調が進まなおおの機能を果たすということで、1億1950万円、追加をいたします。 そういたしますと、ここですが、昨年度、これ、160基、1億2465万円、当初予算で110基、9765万円ですが、今の、今回の予算を合わせますと、こういう形になって、156基で,です、ね、2億1715万円ということになります。空調設備やトイレの様式化と,とともに、津市は非常に力を入れて、これは実施をしておるものということになります。はい それからお、えっと、祭りですね、残念ながら津祭り、リアルの形ではできないということになりましたので、まあ、オンライン配信をするということで、今回100万円、それから被災祭りもです、ねえー、ほとんどリアルの形が難しいということでありますので、一部を除いて難しいということでありますので、情報発信するということで、158万円を準備をいたしております。 それから在宅介護予防です、ねえー、をする、まあ、チラシなどの全後配布、59万円、それからあの寄付でコロナに使ってくださいという寄付をいただいたものがありましたので、5万円ということでございます。それからコロナウイルス以外のコロナ対策以外の,の事業でございますが、川上こども園の整備、これは、えっと、来年4月の開園を目指して、 川揚の上野保育園と上野幼稚園を合わせまして川揚げこども園にしようということで、準備を進めてまいりました、いよいよ工事をすることになります、具体的にはです、ね、上野保育園の園舎を入児と0から2歳。 それから上の幼稚園の園舎を幼児と3から5歳ということで、この両方を一体化して子ども園に移するということでございます。施設の改修、備品等の購入で7562万円を計上いたします。と,と同時に、豊津幼稚園がこの川上子ども園にい、まあ、わば合併するような形になりますので、豊津幼稚園舎は解体をして駐車場の整備、これはあのお隣の豊津小学校のです、ね、学校開放。 体育館開放などの時に駐車場が足りないということで、えー、駐車場にしするといいというのが、地域の皆さんのご要望でありましたので、そのようにするための、これは、えー、設計、解体設計とかあ設計の経費ですね、641万円、それから北消防署、これもですね、あのー、今の、 旧三重武道館跡地、つまり現在の北消防署のお隣の土地でございますが、こちらに再整備しようということでございまして、この整備費用がいよいよ4 3 0 5万円のっかりました、それから湯の瀬ですね、榊原自然の森保温泉保養館、これも建て替えということで、これも事業の準備を進めてまいりましたが。 いよいよ持ってあの着工ということになりますそして、既存施設の解体のために5億76万円合併特例債を使ってやる事業でございますコロナのトータルですが元年度の決算が3360万円2年度の決算見込みが348億8,820万円これはあ10万円の給付が 入っっててまますすので非常にに大きい金額になってますで本年度、当初予算が17億3328万円、これはワクチンが12億入っております。で、1号補正でひとり親世帯の5万円給付を先に先決をいたしました。で、今回が2号補正ということで、先ほどご説明申し上げてきたもの。 が全部合わせて5億2744万円、合わせまして、今年度は24億3241万円、令和元年度の補正予算から、令和元年度の決算から入れますと37、373億5421万円ということになります。今回の,ですねあのコロナ関係で、これが当初予算で,で、これはすみません、津市独自の支援策でありますので、 いわゆる交付金とか、それから津市の一般財源、それから津市のコロナ基金ですね、これをもって充ててきたものが、救急医療、地域経済、学校教育、空調、トイレ、感染防止とありますで、これに今回の補正予算を足しますと、まあ、こういうことになりまして、はい、合わせて7億1000万円ということになります。 これは津市独自策だけですね、つまりコロナ交付金とか、津市の一般財源、あるいは基金ですね、コロナ基金を使ったものだけでなりますと、救急医療、地域経済、学校、教育、空調、トイレ、感染防止、これのような形になりますので、これが新しい補正後のトータルということになります以上が予算でございます。はいじゃあ2点目 ワクチンの今の状況についてお知らせをいたします。集団接種は一二三四五六七七日間終わりました。五五千五百三十五接種行われました。で、十五分刻みで順番にご案内しておりますので、まああまり早く来ないでくださいということをお願いをしております。で、このこれだけの回数やりました。 でですね来られる方で接種券はま大体お持ちゃなんですが忘れになる方それから本人確認書類お忘れになる方会場を間違われる方接種日を間違われる方予約がんとは違う日に来られるとねいろいろそういうことがあるようでございますあのぜひあのご確認の上会場お越し願いたいというふうに思いますまあ、このこれ以外にもあのイオンモール津南目だとご自分の止め 車を止めた場所がわからなくなったとかですね、いろいろ、いろんなトラブルがあるようでございますが、それぞれ現場でしっかり対応させていただいておりますキャンセルの問題ですが、さ先ほどの5535回接種の中で、わずか7回ですね、わずか7回、えーまあ、当日ですねあの、体調が悪くなったとか、あるいは熱が出たとかいうことで、当日キャンセルをされた方、7回ですね。 5535回する中で7回ですから、非常に少ないと思うんです、0.1%台ということになりますので、非常に少ないです。で私どもは、まあ、以前のもから申し上げているように、もうあのキャンセルリストを作、対応リストを作ってありますので、まあ、この方々に7回は接種しました、具体的にはです、ね、当日、集団接種会場にいた医療従事者が3人ですね。 それから消防士で、消防士はあの医療従事者等の枠で、救急車に乗る人間なんかはどんどん接種してるんですが、まだその時点で接種してなかった消防士4人、合わせて7人が、この7回分の接種を受けました。まだ実は保健師とか保育士、保育教育幼稚園教員、リストアップしてあるんですが、この方々のところにはまだ声がかかっていない状況であります。ただ今後ですねあのもう えっと、個別接種が始まりましたので、えー、集団接種との間で、まあ、キャンセルをしていただければというふうに思うんですが、キャンセル処理を毎日忘れておられる方とか、ですねそういう方が出てくる可能性がございますので、まあ、キャンセル対応はしっかりとこのリストの順番でやっていきたいというふうに思っておりますその次ですね、えー、三重県と同時発表だそうですが、三重県の中西地区の県の集団接種。 の場所が決まりままりりした三重大学であります同時発表ですね、これ。で、えー、それぞれですね、9時半から12時半、13時半から17時半で、6月19日スタートで、えー、三重県が接種を担当していただきます。で、モデルナです、モデルナです。で、えー、モデルナはファイザー3週間なんですが、モデルナは4週間だそうでございますので、 1>, 1回目の接種日を予約されると、もう自動的に4週間後の2回目の接種日が決まるそうでございます。で、毎日1000人ということでやっていただけるということでございます。で、受付は、津市の方がここへ来られるときは、津市のコールセンター、この日でモデルナで高齢者ですね、まだ高齢者ですね、高齢者の方で予約を。 お取りになりたいという方の場合は津市コールセンターまたは津市の接種予約サイトにアクセスをしてください、えー、アクセススタートは6月7日の朝です月曜日の朝からでございます先ほど申し上げましたように1回目予約すると自動的に4週間後が予約されるとこういうシステムになっております三重大学の大学,前大学病院前の交差点から入ったところで会場が設置されるということでございます三重県の中世の会場がここになりました 次、私どもの,です、ね、あの前から申し上げている集団接種を巡回でやろうということについて、えー、だいぶ詰まってきました、まだ準備中なんですが、えー、詳細決まりましたら、改めて発表いたしますが、見過ぎで7月4日、10日ということで決まりました、1回150人程度ですね。 これをさせていただきますそれから白山は今、調整中ですが、6月中旬以降、ですね金曜日の午後ということで、60人程度を3回ぐらいやりたいと、それからもう1か所、ちょっとまだ場所公表未定なんですが、月曜、水曜の午後で300人程度やりたいということで、あの巡回型の旧津市以外のところでですねあのやっていこうということが決まりつつございますので、またさらに決まりましたら、決まりましたらというのは、この、 日にちと、それから予約開始日が決まりましたら、また改めてお知らせをいたします。それからこれはですね、あのもしこれ、今、調整中なんですが、これができれば、えー、多分全国初ということになるんじゃないかというふうに思うんですが、えー、こう言ってる間に予想が始めれば、また別なんですけども、多分ぶ、うん、まあ、ここまで詰まってはないと思います。私どもがですね三重県老人保健施設協会の 津市の老健施設、老人保健施設ですね、と連携をして、えー、送迎付きの接種をしようというものです。でどういうことかといいますと、ワクチン接種が困難なお1人暮らしの方、あるいはですね老老世帯ですね、お2人で、えー、老人あの、高齢者のお2人の世帯などですね、えー、なかなかあの移動手段がない方についてですね、 老健施設にこうご自宅へ車が迎えに行ってで老人保健、介護老人保健施設に連れてきてもらって、そこで接種を受けて、またご自宅までお送りすると、こういうことをやろうということになって、ほぼほぼ合意をしつつございます。で具体的にはです、ね、私どもが えーまあ、老健施設、今、ここの何箇所でやれるかというのをです、ね、今、最終調整中でございます、数か所になると思いますが、その手を挙げてくださる老健施設にお願いをし、えー、OK をもらって、そして、えー、今度は市民の方は、そこで接種を希望される、ですからリストが、 まあ、5つか6つとか、そういう老健施設のリストができます。あ,あそこの老健施設に自分はあの行きたいわとか行きたいわというか、まあ、近いわとかですね、あのいう方に、その接種希望を出してもらうと、そうすると、この老人保健施設協会さんで、えー、割り振りをして、じゃあ、そこの老健施設でどうぞ、いつどうぞというような割り振りをしていただいて、そして何時ごろということで、ご自宅まで迎えに行くと。 そそしてそこへお越しててここいいいただいてということうになりますで津市はそういう制度を作りましたということを市民の皆さんに周知しながら協力依頼すると、まあ、こういう役割を果たすで連携ですで、老健施設は、えー、といわゆる診療所としての扱いで接種ができるので、まあ、このスタイルをやろうと、まあ、直近、厚生労働省の関係者と話していたらです、ねまあ、こういうことをやって 全国でやってほしいんだけれども、まあ、あの津市と、まあ、津の老人、あの老健施設の間で今、詰めておられるようなので、ぜひこれは進めてほしいとで、こういうものを全国に広げていきたいということのようでございます。で、あの実際のところですね、あのこの送迎の部分が、えっと、もうすでに、えー、国から送迎をする場合の経費については、 いわゆる事務経費として対象とします、対象としますていうのはあの、経費として認めますという通知が来ておりますので、一定の経費は、まあ、都市が負担できるということになるというふうに思います。で、これは、うん、詳細決まり次第ですねあの、できれば来週中ぐらいにも決まればなというふうに思っておりますが、まあ、現在、こういうことを検討中であります。 ということで、今までの予約窓口がこういうふうになっておりますので、集団接種、これはもうかなり予約率99、99%、一方で個別接種、クリニック、病院での個別接種、24日から始まって、かなり進んできております。そして、今申し上げた巡回接種とか、それから三重県の接種会場、そしてできればそういうあの送迎付きの接種。 こういうところまで入れると、かなり我々わ、えー、広くです、ねえー、接種ができるんではないかというふうによくお尋ねいただきますので、もうあらかじめお答えしておきますが、推定の現在までの接種率です、津市ですね、えー、推定接種率ですが、えーと、1回目接種が終わった方、65歳以上の方の18%です、18%、推定接種率。 でなぜ推定かというとです、ね、さっき冒頭申し上げた5535回というのは、集団接種会場でちゃんと捕まえてますが、えー、例の入力が遅れるんで、病院からはです、ね、もうあの接種しましたという数字がまだ来てません。ですが、病院に、えー、すでにお送りしてあるワクチンは8500です、8500。5535の集団接種、それから8500の病院、それと老健施設で1020打ちましたので。 合わせてこれで、足し上げた数字で、8万5千人で割り返しますと、約18%ということでございます。これが現在までのコロナウイルスの推定接種率、通信における高齢者の接種の推定接種率でございます。はい、ということでございます。でもう一つ発表させていただきます通職員が今後 コロナのワクチン接種を受ける場合の特別休暇制度の導入ということでございます。これ、三重県発です。三重県発です。国はですね。あのまあ、経済界に接種について配慮を要請するとともに、自治体に対してはですね。有給ね。特別休暇を後の副反応とか見られる場合はですね。 認めるよよううにししててくださいよといと通知が出ておりましたで民間さんの動きは、すでに特別休暇を105銀行さんとか中部電力3社さん、それからイムライグループさんがもうあの発表なさってます、都市もです、ね、検討を進めてきましたが、一方で,です、ね、じゃあ、どれぐらい副反応が出るのかって、これもあの初めて言う数字なんですが、都市が医療従事者等の枠で優先接種、 対象となった消防職員がすでに286人接種を受けましたその中で29人が体調不良となりました286分の29ですから約10%ですねということでありましてその全員がま1回目接種を終え半数以上266人が2回目の接種も完了ですので まあこの中で1回目または2回目、ほとんどが2回目なんですが、で体調不良になった方がまあこれぐらいいるということであります。ということは、どこの職場でもですねこの後あの一般接種が始まると、副反応が出て、翌日、勤務が難しいという方が出てきます,出てきますので、そこはもうあの手当てをしておくべきだというふうに私どもも考えました。 そこで津で、ねえー、市の場合は、まあ、正規職員、会計年度任用職員4700人を対象に、まず接種を受ける時間、これについては、職場を出てで、接種を受けて、職場に戻ってくるまでの時間を対象に、時間給で、えー、休暇を取れるようにします。で、2番目のこの体調不良が出た場合ですね。 体調不良が出た場合は、あ1回の接種につき、最大2日間休暇を取れるようにします。で、これらは年次有給休暇ではなくて、特別休暇といたします。ま、あの公平という観点上、今まで受けた。あの消防職員とか看護師等でえまこの。 体調不良が出た方にも訴求適用して、これは特別休暇、今までは実は年次有給休,休暇、あるいは消防職員の場合、非番というケースもあるんですが、にで取らしてたんですが、これ、特別休暇に振り替えます。ということで、人事課が担当します。で以上が項目で発表事項でございます。で項目が1点申し上げますと お手元に6月1日付での人事異動の発表をしておりますが、実は内部統制室ですで、内部統制室の室長について、警察本部に派遣要請しました、でこれ、5月18日の通市議会臨時議会本会議で可決されましたので、その日に派遣要請をし、受理していただきました。で現在です、ねえー 三重県警察の方で派遣の準備、内部的な手続きですね、えーまあ、公安委員会への報告をしたりとか、いろいろあるようでございますが、そういうものを進めていただいておりまして、あの派遣準備中なんですが、6月1日には残念ながら間に合いません、そこでですね6月1日付けでは、一旦冷日枝副市長のに事務内部統制室長事務取扱いを発令し、 すで、えー、に内部統制準備室による山村主管山本主事は内部統制室への発令をさせていただきます。で三重県警察からのです、ねえー、派遣職員は内部統制室長を予定しておりますが、えー、こちらは警察、ご当局の手続きが終わり、えー、派遣が決まりましたら、 あその時点で発表させていただき副市長の内部等接種事務取扱いを解くという発令を改めてさせていただきますなおあの警察補備の会見年の任用職員の丸橋和夫氏は引き内部等接種で引き続き勤務をいたします以上事項外ですが1点追加をいたしました